さあということでついにやってきてくださいました、はい、豚の皮の匂いが大好きな違いますラグビーボールです。ラグビーボールです。HK、ホーケーこと。HK じゃない。HK かどうかは、まあ、本人で確認してください。HK、ホーケー選手こと、畠山さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。違う皆さんどうも、ご無沙汰しております。1年ぶりですか?1年ぶりですね、ちょうど。相変わらずじゃあ。もう相変わらず。伸びに伸びて。伸びそうです、一つ言いたいのは、ホーケーの選手ではなくて、ホーケー選手。ホーケーの選手です。選手ではないですね。ホーケーはお認めになる。ホーケーは、はい、ホーケーはホーケーなんですけど、そうです、選手ではなくて戦士。なるほど。なるほど。わかりました。すいません、失礼いたしました。さあ、そして、ついに来てくださいました。はい、爆乳戦隊パイレンジャー、リーダーですね。うん、パイレットこと、テコキユさんです。どうも、テコキユです。よろしくお願いします。手島さんでしょ。手島さんですよね。結局はもういいです。乗っちゃうと風俗嬢になっちゃいますから。タレントさんじゃなくて風俗嬢になっちゃいます。もういいですよ、どっちでも。ね、セクシー売りにしてますから、手島さんは。そうですか。ごめんなさい、テコキさんは。言い直さなくていいですよ。手島ですよ。ちゃんと言った後、初めてということで、どうぞよろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、嬉しいね。どうですか、パイレンジャーの方は、活動の方は。これどこで有吉さん引っかかったんですか。これ調べたら10年前ですよ。2008年。いや、何でしたかね。なんかね、なんか YouTube 調べてたらなんか出てきたんですよ、パイレンジャーが。なんで出てくんだろう。なんで出てくんだろう。何が出てきたんですか。パイレンジャーが。あ、パイレンジャー。なんか誰かのね、パンチラかなんか調べてたんですよ。誰かパンチラみたいな。何を調べてるの。独特な検索ですか。急に出てくるらしいんですよね。でも年一で活動してるんですよ、一応。あ、そうなの。爆乳シリーズ。あ、そう。あの、やついフェスで。やつい、ああ、やついくのね。あれでやってくれてんの。パイレンジャー大鳥なの。大鳥なんですよ。すごいね。だから、ああ、やっぱ目の付けどころが違うなと思って。なんで今こう手こきの振りしてる。なんで今手を手こぎの形にしてトントントンってやったんですか。違います、やってないです。たまたまグーだったから。バカだった。なんでやったんだ。本当にばっかりか。間違いなく動きはしてましたね。ばっかだったから、たまたまね。たまたまです。畠山さんと面識はないんですか。手島はない。初めましてです。ないですよね。そうですか。ああ、なぜこの二人をこうぶつけてきたのか。めちゃめちゃ不思議なんですよ、ね、で初めましてなんですけど、マネージャーが意気揚々となんか女性ゲストが来るらしいぞって、うん、誰だと思うって、うん、誰ですかって、うん、手島優さんだぞって言って、うん、なんであなたがそんなテンション上がってるの。マネージャーさんが好きなのかな。意外と分かんないですけど、すごいテンション上がって。めちゃめちゃ話しかけられましたもん、マネージャーさんに。いや、喋ってたね、マネージャーさん。ずっと喋ってました。狙ってんじゃないですか。狙ってんのかな。お、いいぞ。いいですね。どうですか、畠山さんみたいな選手は。あ、いいですよ、ね、こういう合体の意思はどうなの。あ、でも私ガリガリが好きなんですよ、ね、ガリガリがいいの、うん、あ、そう。クリオネみたいな人が好き。へえ。色白く。方形は。あ、方形はでも向きがいがあるっていうか、そう。なんつう、探しがいが。向きがいがあるなんつう。初めて聞きました。ありますよね。探すの好きなんで。結構好きな。ちょっとやってた情報フォロー、ちょっと。あ、そうです、ね、一応ちゃんと。畠山選手は仙台育英早稲田社会人ラグビー界の超エリートでございます、うん、もう日本を代表する、アスリートでございまして、うん、今シーズンも優勝と。そうだね、すごい、はい、そして手島優さんはですね、うん、極上ボディでグラビアアイドルとして大活躍、うん、2008年 V シネマの作品爆乳戦隊パイレンジャーを発表しまして、うん、パイレットとして活躍、パイブルーとして活動した相川優月さんは先日第一子を妊娠発表しております。なるほど、ございます。こういうこと、はい、輝かしい経歴を持った2人で。お二人ですよ。プロフィール絶対書いてないこと書いてますよね。だってこれパイレンジャーなんてもう全然書いてないですもん。ちょっと質問、ラジオネームジョナ・シルバー、畠山さん質問がございます、はい、先週有吉さんが言っていたのですが、畠山さんはラグビーボールをチンコの皮で包めると言っていました。どんなサイズだと思ってるんだ。いや、それこそこのラジオでおなじみのジョナファルコンのサイズではないですからね、はい、僕は。ね、世界最長のおちんちんを持つ男、ジョナファルゴール。彼が最長に比べて僕は最短の可能性もある、の可能性があるので、ラグビーボールは包めません。包めないんですね。包めません。なるほど、ちょっと包めないんですって。1個目の質問がそれなんです。ラグビーの話とか全然。いや、嬉しいね。
なんか畠山さんがリスナーにもちょっとまたお土産持ってきてくださってましたよ、ね、そうなんですよ。僕も最近ちょっと日本代表のご無沙汰になっちゃったんで、あのサントリーサングラスで着てた、まあ何ですかね、もうウェアですね、あ持ってきました。うわ、今日誰か面白かった新品ですよね、もちろんね。いや何回か着てただちょっと結構なんか舐めてるやつが多いっていうか、クソヒゲゴリラみたいな感じがいるんで、このサイズをもらってまずそのサイズ化に震え上がってこんなでかいのかと。畠山ってこんなにでかい、こんなブカ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 、やべえな、やべえやつに喧嘩売ってるって自覚してほしい。なるほどね、そうそうそう、こいつが本気出したらお前らなんかっていう感じを相当バカにすごいんですから。いや、まあ影響力があってやっぱりツイッターとかで来るんですけどおいとか、おいクソヒゲゴリラとか、ありがたいですよ、ありがたいんですけど、うん、だって今偉いんですもんね、結構ね。偉く、まあ、一応ラグビー界のその選手会の会長っていうのをさせてもらってるんですけど、それが裏では、うん、まあ、クソヒゲゴリラって求心力ないですよね。いや、でもそういうね、気さくな一面もあるということで、とっつきやすいですよ、ね、我々からすると。そうですか、ありがとうございます。はい、ラジオネーム、田中誠志郎。本日ゲスト、畠山選手に、先日、第2子となるお子さん、誕生されたようです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。そこでおそらく、ゲスナーへの手土産に、新鮮な母乳、お持ちいただいていると思うのですが。そっか。そっちか。ああ、そうだ。そうだ、まだ、うん、おいクソヒゲゴリラ、俺たちゲスナーはな、愛情不足で栄養不足なんだよ。しかも最近めちゃめちゃ寒いから部屋の中にいるのに息は白いし、お布団にくるまってな、なかなか寝つけず震えてんだよ。俺たちが欲しいのはお前のお下がりの 布切れとかじゃない。やばっ、栄養のある新鮮な母乳なんだ。布切れ持ってくるって予想されてますよ。やべえ、まんまとだわ。ただこれをもらって震え上がってた、ね、そうだね、このサイズ感。そうですよね、はい、確かに。いや、最高でございますよ。いや、だからジャージ、はい、送ってくださ、いただきましたので、うん、もしリスナーね、今日一番良かったメールの方には畠山さんのジャージを送りますんで、はい、震え上がってください、はい、そのサイズ感にお願いしますね、はい、手島さんはなんかお土産持ってきてくださったんですか。いや、そういうあれ知らなかったんですけど。でもアルバムは持ってきましたよ。だから有吉さんには、僕にはアルバムくれましたね、はいはい、あれしかも中古で、あと持ってなかったから中古で買って、そう1万5000円もしたんです。出したの。出しましたよ。悪いね。今日ちょうど届きました。あ、そうなの、はい、いいですいいです、誰かの中古ですけどね、あれ、うん、まあしょうがないけど。でもまあ、でもリスナーにはじゃないってことね、お土産は。ないです、すいません。私が母乳どんな下ネタ。なんか頑張れば出そうじゃないですか今日。いいんです、いいんです、もうそんなスターの母乳いただけませんよ。すいません。そうですね、はいはいはい。ラジオでラッパーザキバチョフ、手島さん、はい、同じ歌姫として安室奈美恵さんの引退どう思いますか。はい、ああ、もうやっぱ残念ですよね、やっぱ時代をね、うん、切り開いてきた人ですからね。本当に引っ張ってきてくれましたもんね、うん、時代を。やっぱ次は私が頑張っていかないといけないなってすごい思います、うん、もうでもその役割を果たしてると思いますよ、しっかり。いや、まだまだまだ紅白はまだ、まあそうですけどね、出てないんで今年はまあ、うん、行くん、いや、そうでしょうね、絶対行けると思う、はい、オファーは来てると思う、うん、ちょっとファンが気になってるのはやっぱり新曲のお話なんですけ ど、はい、まだ予定はない。そうなんですよ、でも一応ソロでは出してるんで、うん、バックニューゴールドのダンシングちぐさっていう。ダンシングちぐさ、はい、しょうもない。知らないですか。知らないよ、ダンシング。嘘でしょ。あ、キャンヨセルブレイトみたいなもんだね。ダンシングちぐさ。揺れるダンシングちぐさ、ダンシングちぐさ、ちぐさちぐさ揺れて、オーマイちぐさ。知らないですか。いいね。いや、ちょっとまだ知らなかったですよ。それで今ちょっと最後になってるんで、あ、次ちょっと新曲だね、うん、でもこれ書いてる、この歌を書いてる人って日本レコード大賞を受賞する人に歌を提供してる人なんですって。あ、そうです。だってすごいもん、だってあの歌詞とかそういいもんだって。めっちゃいいですよね。だからそうありえるなと思って。あるよ、だから。そうだから本当に安室さんとかに曲提供してた人なんじゃないかなと思って。ひょっとしたら、はい、いいかもね、うん、ちょっと期待をしてます。期待してますよ、ぜひ、はい、方形戦隊は出ないんですか。方形戦隊はとりあえずメンバーの発表をしないとですね。誰も名乗りを上げないと。方形隠しちゃってみんな隠しちゃう、方形だけに。
誰も僕以外誰も宣言をしない宣言してこないですもんね、はい、こんだけ堂々と宣言してる選手もなかなかね、なかなか一気当選ですよこっちは一気当選の合計選手で誰が合計選手で一気にしてくれ本当にいろいろとまあリスナーからもメールがね、うん、届いてますんで読んでいきますか。なんかありますか。あ、ないですかね。届いてない。あ、なるほど。ラジオネーム味噌パンツ30。手島さん、はい、通常戦隊ものといえばレッドはリーダー格であるのが一般的ですが、はい、爆乳戦隊パイレンジャーのプロモーションビデオ内でなぜ手島さんはずっと右の隅っこの方で踊っているだけなのですか。じゃあね、ほわっと私もめちゃめちゃ言いたいんですよ、うん、ま、なんでこうすぐ手こきのなんで手こきすんのすぐパーにします。パーにします。パーにした方がいい、うん、よかった動画じゃなくて危ない危ない、癖がね。でも抜けないですよ抜けない癖が抜けない抜けない手こきだけにだけにじゃないんだよ、ね、バカだなと思って。あれは、うん、なんかあの振り付けの人が先生いるんですけど、うん、なんかあの時物語を見てなかったっぽくて、うん、振り付けの先生が、そしたらなんか背の順だみたいになって、あ、なるほどね。そうで、やっぱ背高い方なんですよあのメンバーの中では。だから右の端っこ行って、でも決めポーズとかやる PV の場所もあるんですよ、うんうんうん、で私真ん中で考えてやってるからもうバラバラになっちゃって、うん、でもすごい不機嫌なんですよずっと。あ、そうなの。ちゃんと見れば分かるんですけど、まあ、一番ねやっぱり綺麗ですし、お顔もお顔立ちも綺麗ですよね、まあ、あん中だとね。やっぱ今日も変な目してますもん今日もってなる。今日結構濃いめにやってきましたけど久々に会うしと思って、まあまあ変な目してますでしょなんでめっちゃ今日パッチリなんですけどパッチリ二重方形なんだっけお前そうそう、目がね、目が方形、目がかぶってんの、ね、方形選手かぶっちゃったメンバーが増えました。ちょっと目一回ブレイクし何目が方形Stay Night Dreamer Live on airさあ本日のゲストはクソパイゴリラ、クソヒゲゴリラとクソパイゴリラ畠山選手と手島優さんですね、はい、ラジオネーム不要義務。我らの憧れラグビー界トップスター畠山さん質問です、はい、畠山さんはトップアスリートとしてラグビーワールドカップ2019の日本代表当然目指しておられると思いますが、はい、その過程でライバルのドリンクに何か混ぜたことありますか。すげえなマジで、いやすごいわ、一番問題になってる、本当にすごいわこういうことは何ですかねしませんよ、しませんよ。いやそのやっぱ人数も多いって団体スポーツなんで、誰かがやっちゃうと、うん、やっぱそのみんなの責任になっちゃうんですよね。なるほど、そうか。だからそれはやっぱりね、やっぱ違うのかなっていう。違うか、うん、他の個人種目とはちょっと違うのかなっていうのは思いますね。今日もでもなんかね、あのコーヒーの差し入れみんなに持ってきてくださってたんですけど、はい、ちょっと危ないかなって出てもいいでしょなんなら反応が出ても出ても試合に出ないんだから大丈夫ラジオの後に尿検査ないだろラジオネーム騙しやすけしクソヒゲゴリラに質問です、はい、ラグビーで相手からタックルされた時に倒れたりすることがあると思いますが、はい、この際勃起している相手のペニスが口の中に入ってしまうことありますか見たことあんのかって、だから下半身丸出しでやってるの見たことあんのか、まずどんなスポーツでもないですよ。偶然。いや偶然じゃない。どういう。すごいな。本当すごいですよ。1年ぶりですけど。やっぱすごいです。相変わらずですよ。ラジオネーム。すぎすぎ。ちょっと畠山さん。さっきから何回か勃起の音とカウパが出る音がマイクに乗っちゃってますんで気をつけてちょっとね、さすが手島さんみたいなね、セクシーな女性がいらっしゃいますからちょっと反応してるのかもしれませんけどね。やだじゃないですよ、やだじゃないですよ、どんな下げすんだ目で見てるんですか、ラジオシドジェットキリュー畠山さん、はい、お子さんを母親お母さんに受け渡しをする際は、はい、相手が受け取りやすいよう
回転をかけてパスする。やばいでしょ。すごいでしょ。いや、よかったね。いや、よかったですよかった。2人目ですもんね。あ、2人目です。よかった。男の子、女の子。あ、女の子です。女の子ですか。チビメスゴリラが生まれました。チビメス言わないで、自分で。言わないでください。いや、妻がこれ、仕事してるんですけど、僕。うん、なんかその、うん、僕が、うん、このサンドリーに出てるっていうのを、うん、その社内のゲスナーがいて、うん、知ってるんです、ね。うんうんうん、あれがクソヒゲゴリラの嫁だってなって、で、結構、まあ、嫁さん、部下がいたりするんですよ。うんうんうん、で、部下の前で、こう、威厳を保ってこう発言するんですけど、周りは、うん、なんかクソヒゲゴリラの嫁だろあれ。嫁の仕事にも影響が出ちゃう、出始めちゃうんですよ。まあね、奥さん強い方ですからね。頑張ってください、はい、頑張り引き続きね、はい、はい、ラジオロンよりこんなラジオ来るから行けなくなるよ。いやいやいや、僕は嬉しいんですよ。ただ嫁の方なら影響です。ラジオネームロンより証拠の大ライス、テコキさん、僕は178センチで57キロが痩せてます、うん、どうですか、40分9000円でいけますか。なんでそれ店じゃねえから、金出してもやれねえんだよ。なんだなんだ、よく送ってくるやつだな。毎回送ってくるやつだ、それは。すいません、曲いきます、曲いきます。行くんですか、ここで。ですね、ハイレッドさんからじゃあ曲紹介していただいてもよろしいでしょうか。わかりました、いいですか、じゃあ、はい、爆乳戦隊パイレンジャーで、爆乳戦隊パイレンジャー。うわ、嬉しいね。爆乳戦隊パイレンジャー参上。パイパイパパパイパイレンジャー、パイパイパパパイパイレンジャー。スレイナイトドリームナイトオンエア、ユーロイリー Sunday Night Dreamer。 さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉サンデーナイトドリーマーでございます。はい、今月のアシスタントデンジラスの安田です。はい、本日ゲストは、ラグビー選手ね、ホーケー選手、畠山さん、はい、そして爆乳戦隊パイレット手島優さんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう質問がつきませんのでね、すごいですよね。どうしましょうね。嬉しいですね。でも、こういうのはちょっと一番今の感じだとこれダメだっていうの分かってないのかな、こいつら。ラジオネームブランカランカ福島 FM。 畠山さんのプレゼントのユニフォームは、はい、奥様のパンティーと一緒に洗いましたか。一緒に洗ってないのならば、洗ってないのでなら、洗ってないのであれば、洗ってからプレゼントしてください。リクエストもらっちゃったね。パンティーと一緒に洗っといてもよかったかな。ひょっとしたら洗ってるかもしれないですね。まあ期待してください。体勢の体勢。畠山、俺な、将来、ホーケー選手になりたいんだけど、何からやればいいか。ですか。まず何から、まず自分のものを確認した方がいいですね。本当にこれ被ってるのかどうか。で、人とまず比べてみる。人と比べる。じゃないと、本当に自分がホーケーなのかどうかわからないと思って、ね。あ、案外俺向けてる方なんじゃねえかみたいな。そうか。そうそう。そうだね。そうそう。僕は、仲間を見比べて、あ、俺は間違いない、ホーケー選手だ。確認済みですから。そうだね、こちとら。しっかり確認しないと。高校時代からずっと確認してきたんですが、その上で僕は選手だと報告連絡。そうなんです。そうです。ほうれん草、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 ほうれん草。大丈夫ね、朝方人間。おい、クソヒゲゴリラ、お前ホーケーのくせに NHK ニュース、 NHK のニュース7に真面目に出てんじゃねえよ。アナルアナルっつってたら、お前 NHK のから怒られるぞ。言ってねえよ、この人間もじゃもじゃ玉袋。新しいの来たな、なんか。そうなんですか。NHK です。 NHK にちょっと、はい、で出まして、なんか、ね、うん、なんかちゃんと真面目な一面もね。そうですよね。そうそうそう、二面性がありますからね、畠山さん。あ、そうです、僕 二面性がありますから。そうです。ここのラジオのノリで、はい、いろいろ絡まないようにしてください。まあ、絡むときはちゃんと合言葉、ね、クソヒゲゴリラっていう合言葉を言ってから絡むようにしてください。そうだね。そうしないとスイッチが変わらない。そうそう、難しい。オンオフが難しくなる。クソヒゲゴリラってまず一言で言ってくれないと。ラジオネーム、三平。手島さんのインスタ、すごく面白くて、更新されるたびに笑いそうになってしまいます。
文章も写真も面白いものが多くて本当にあと少しで笑ってしまいそうですこれからも僕たちを笑わせそうな手島さんでいてください 笑えや笑いの寸止めがお上手で、もっと自信持って笑ってで笑える写真もあげてないですよなんならインスタでしょ、しかもおしゃれにしてるんだよなおしゃれにしてます全然真面目な写真をあげてるのにインスタ少ねえからよネーム、黒羊 FM 群馬パイレットさん、はい、爆乳甲子園ではピッチャーでしたが、うん、稲村亜美、小野乃々佳のような野球上がりの女どもをどう思ってますか。あーもうや嫌い嫌いって言うなよ今ライバル誰なの今ですか。具体的なところでは、いや田舎ないですか、もう誰だろう、セリナかななんで急にセリナ仲いいけど、セリナと手島、セリナと手島全然違うぞ、セリナは舞台頑張ってますからね、そう、ああ全然違う、なんで何広域村で一緒だったからですか。広域村のこと言うなよなんで言ってもいいでしょうよお前たまに俺に会った時村長って呼ぶな村長ではないですか。村長っていうのお前だけだから恥ずかしいから言うんじゃないよ村長ラジオネームタコライスボーイ、手島さんを調べていたらファングイっていう風に出てきたんですが、自分も食べてもらっていいですか。手島さんの顔がタイプで写真集に顔写したり口の部分を切り取ってオナホを取り付けて抜いてます。最近ツイッターとインスタフォローしました。ダイレクトメール待ってます。受けるな。最近ってことはファンじゃないじゃないですか。すごいストレートなメール街で会ったらねどうか分かんないけどそうだな、ちょっとダイレクトメールじゃ無理かな。ダイレクトメールじゃちょっと無理、会わないとやっぱ残念だ。会ったらねやりましょう。どういう感じの男性が好きなんですか、手島さんは。まあ痩せてて、痩せててもうとにかく怒んない人、怒んない人でちゃんと働いてる人今までどんな男と付き合ってもうやべえやつばっかりです。そうですか、はい、あもうどんどん時間が過ぎていきますね。そうですね、はい、曲ですか、じゃあメール ブレイクする、はい、ブレイク一体します。スネイナイトドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer.いやさあ、手島さんプラチナムっていう事務所、はい、若槻さんね、よく うちの事務所にはいろいろ物提供してくれたりとか、はい、うちではもう本当にお世話になる、ね、そうですよね。プラチナムっていう事務所はだから協力的なんですよ、このラジオにすごく、うん、よくしてくださってるんで、本当ですか、ありがとう。だからこんだけよくしてくださってるんだったらやっぱ筧美和子とか呼べばよかった。なんで、ね、なんでパイレットでしょ、私が好きなんでしょねえ、私のことずっと見てたら気になったって言ったじゃない。見てないよ。見たんですよ。畠山さんが意外と好きなのよ。私のこと？いろいろ調べてきたんでしょ、だってね。いやまあちゃんと勉強しないと思う。僕も初対面なんで失礼がっちゃいけないと思って、いろいろ調べて、さっきのファングイじゃないですけど、バックニューマンイーターという歌さ、マンイーターという歌、マンイーターね、出されてた。マンイーターなんていうのがね、資料にもないんですよ。資料にもない。はい。それを知ってたから畠山さん。資料超えちゃったんですよ、知識が。これはすごい。ちゃんと調べてないだけね。ガチファンですね。ガチファンじゃない。ガチファンじゃない。ガチファンか。いやいやちょっと待ってください。僕ラグビー界は女の趣味いいですか。ラグビー選手の。そうだね。みんな綺麗、ね、みんな綺麗ですよ、本当に。だったら私も入るでしょうよ。レジェンドですよ、私はグラビアの。そうだよな。そうですよ。グラビア界。何言ってんだ、何言ってんだ。年下だろう。また竹井美和子さんね、ちょっとよろしく言って。絶対やる、絶対言わない、絶対私がずっと出る。絶対私が出る。もう渡さない。七尾と手島はどっちが偉いの？それは当然七尾だろ。偉いってどういうことですか？同期ですよ、偉いのは。偉いのは七尾じゃないですか。竹井美和子と手島だったらどっちが偉い？それ竹井だろ？竹井さんじゃないですか。そうだろ？若槻ももちろん若槻さん、はい、どんなんで、はい、お前多分一番下だろ。じゃあなんか私だけ枠ないって言われたんですよね、プラチナムの中で。あ、そう。いや、でも私もうフル株ですよ。フル株だね、確かに。10年目なんで。プラチナムもいっぱい売れてる子いるけど、うん、ろくでもないのもいっぱいいるもんな。ろくでもないのもいっぱいいますね。
相川優月とか。そんなことないですよ、ファイブルー。ファイブルー。おとといもちゃんと会いましたよ、私。結婚してんだよな。そうですよ。ラジオネーム、チンポーたまらん。そうか、畠山さんに質問ですにしようかな、はい、これ、手島さんに質問ですって書いてあるんだけど、はい、あのチンポたまらんは、でもこれ、うん、多分畠山さんに質問した方がいいと思う。あ、そうですか。畠山さんに質問です、はい、今一夜を共にしたいトップ3を教えてください。ちなみに僕は3位竹野内豊、2位サッカー日本代表長谷部、1位ラグビー日本代表五郎丸です。男性え、何ですか。今ですね、混乱してちょっとよくわからないですけど、気になってる男性を教えてください。気になってる男性気になってる男性、男性を言わないといけない、男性を言わないといけないですね。そうですね。でも竹野内豊さんセクシーですね。セクシーだね。確かにセクシーだわ。ヒゲの感じ意識してるんですか、それは。いや、違う違いますよ。違うんですけど、うん、ヒゲがないとなんか、うん、なんですか、なんか幼く見えちゃうんですよ、自分が。そうかもしれないね、ちょっと。だからそれがなんかすごい嫌で、なんかいつからかヒゲを蓄えるようになって。なんかこう外見とか体で威嚇するよね。心の弱さがまず見たから、ね、あ、でもらしいですね、ヒゲって。あ、そう、ヒゲってなんかその自分を強く見せたいっていうのがあるんで。まだ強くない。高井さんもでもね、ヒゲ蓄えられてる。高井さんちがハゲてるから。ハゲてるから。ヒゲの話せめてね。うわ、ヒゲ寒いし、寒いしね。寒い。、うん、ちょっと覆った方がいいですね。あとはね、ラジオネームすぎすぎ畠山さん、はい、ヒゲを剃るのとパイパンにするんだったらどっち選びますか。あ、これ僕パイパンです。あ、今、あ、パイパンじゃないんですけど、うん、すっげえ短いです。あ、このヒゲより短いんじゃないですか。カットしてんの。そうです。短い方が僕はもう好きで。あ、そう。そうです。だ、最初合宿で一緒になった先輩が手入れをしてたんです。で、その先輩はそんな短くはしてないんですけど、うんうんうん、だ、それを見てこれいいぞってお勧められて、僕はやったらすごい良くて、でもういつかも止められなくなって、もう今本当このヒゲより短いです。あ、そう、はい、すごいね。それじゃあ、 あの櫛でこうすいて。いや、もちろんもうハサミでザクザクこう。ハサミでザクザクいって。あ、もう乱暴に。乱暴にもう。刺さんないんですか。そうだよな、ね、ちょっと、ね。あ、どういうことですか。チクチクしたり。あ、もうそんなのものは通り過ぎましたね。もうそうです、もうそこの次元じゃないです僕。そうか。長いんで。でもチク、いや、そうだ、カットすると俺みたいな方形じゃない人間は痛いんですよね。あ、なるほどなるほど。まあ、利点としてはやっぱり大きく見える自分のものが。自分のものが。そう、やっぱそのいろんな仲間と見比べて自分は、まあ、まあ最初に近いと。そうか、根元が毛で隠れないからね。そうです。ちょっとでもその分だって方形が長く見えるんじゃない。余ったか。まあ、だからまあ強調はできますからね。まあ、より俺は選手なんだ。これだから隠せやいいや、なんか隠れててさらに毛で隠したらみっともないじゃないですか。なるほどね。そうかそうか。隠れてるけど他はあらわにして。そうかそうか。密林のジャングルの中で洞窟に入ってるような弱虫じゃない。もうそんな弱虫じゃないです。モノノフですからこっちは。モノノフだよ。モノノフです。ただの方形だから。ラジオネームラッパーザキバチョフ。手島さん、今年の目標何ですか。今年、うん、これもパイレットで売れます。簡単に言うな。もうグラビアあんまりやってないね。見ないね。いや、オファーがないだけです。全然見ないもんね。うっすら話来ないんだろマジで。いやでも35歳記念で、あの、一応袋閉じをやったんですよ。でデジタル写真集も出たんですけど、全然売れなくったんでしょうね。全然その後オファー来ないから。なんでチンゲ挟まったの喉に今ね。今そのあれありました、その機会が。ね、そ、毛を飲むことは、ね、時間なかったでしょ。ってことはことがあったってことだよね。毛のみの優。有名だよ、毛のみの優。なんてどういうこと。言われたことね。手島優じゃなくて毛のみの優って言われたことあるんですか。どの名字。ないですもんね。なんの、あと、ね、全然意味わかんない。でも見ないもんね、ヤンマガとかヤンジャンとかさ、そういう、うん、だってもうヤングじゃないですから。あ、もっと言ってもヤングアニマルとかさ、うん、あの辺でも見ないね。見ないですね、ちょ、本当に週刊現代とかだろ。そう、いや、そうですね、やっても、うん、落ち込んじゃって。行くなよ突然。なんで突然行ったんだよ。違うんじゃないの。そうだなと思って。いや、まあでも爆乳戦隊パイレンジャーもやっぱ新曲出してよ。だから新曲出したいんですけど、俺らは好きだからさ。
だかい、あ、募集しません？ゲスナーさんに歌詞。歌詞？うん、なんかたいるでしょ、多分音楽かける人。いや、それはそう、もちろんいるよ。だかあとお金出してくれる人。お金出してくれる人がなかなかな。10万ぐらい。10万ぐらいできんの？できないのか、できない。できんじゃない、じゃあ。10万だったら誰かしらちょっとずつ集めれば。そうそう。あ、CD しなくても配信だけ。そうだね、はい。YouTube で配信とかでいいんだろ？そうそうそう。いや、それじゃあ協力させてよ。いや、お願いします。私本当全力でやりますから。まあ、メンバーはまず加計美和子。やめてやめて、もうちょっとあれだけど、本当に私がセンターでいたいから嫌なんです。有名どころやめてください。ちょっとでもやっぱり出しましょうよ。ちょっと出したいです、これを機会に、うん、はい。ラジオの散歩子、私は手島優さんのファンです。え、巨乳ばかりがクローズアップされますが、顔も可愛いしトークも面白い。セクシーさの中に可愛さ優しさがあって、芸能人の中でもひときわ魅力的な女性だと思います。そんな手島さんにお願いがあります。どうかそろそろ AV に出ていただけないでしょうか。正直あと2年もすれば AV ですら需要がなくなるレベルなのはご本人もよく分かっていると思います。どちらにせよこのまま芸能界から消えるのですから、さっさと脱いで AV 数本出してから消えてもらえないでしょうか。ご検討くださいって真面目なメール。真面目じゃねえな。誰だそいつは。誰だ、誰だ、個人情報見ようとするの。見せろ見せろメールを長々と。ないね、出ねえぞ、絶対出ないぞ、絶対出ない、絶対出ないぞ。あ、そう、な、いいじゃない、出てくれても。なんでですか、誰が見たいんですか、私のそういうあれを。いや、見たいよ、なんか小向井美奈子さんとかもそうじゃん。そうですけど、あの方はやっぱ綺麗だったりとかするじゃないですか。うん、私だってもう35ですよ。いや、なんかだから元アイドルなのにさ、うんうん、雑に扱われるAV とかさ、ね、私あのホームレスとやってみたシリーズとかあるじゃん。なんかリアルだからやめてください。元アイドルが、元アイドルがホームレスでやってみたみたいな企画もしかも企画もなんですか、うん、あと鬼に追いかけられてその辺でやられてるあるじゃん、企画。やめてください。節分の時期だしちょうどいいかな。やだ、綺麗に扱われたい。クロちゃんじゃないんだけど。綺麗に扱われたいじゃない。ラジオネームブラックさん、畠山さん、はい、ラグビー川柳作ってみました。聞いてください。はい、寒い日にスクラム組むと湯気が出る。何個かあります。はいはいはい、はい、びっくりしちゃった。フロントロー、ゴムのスパイク使えません。カンタベリー、着ている人に親近感。スパイクで自分のくるぶし蹴ってしまう。ご感想よろしくお願いします。感想ねえよ。どう言えばいいんだ、そのまんまだし、そのまんま、そのまんま、ね、そうそうってラグビー界ではなるんですけど、ここではならないじゃん。僕以外いないんだから、ラグビー関係が。全然俺の分かんないですよね。確かにカンタベリーとか来てる人いると、ああ、ま、ラグビー好きなのかなとか。でも意外とプロレスの人も来てるしなみたいな。ラジオネーム豆腐小僧、クソヒゲゴリラさん質問です、はい、手島優さんを見てどう思いますか。え、いやいや、あの僕は初対面ですけど、お綺麗な方だなとは思いますよ、ね、ずっとテレビでも見てましたし、有吉さんとの絡みも見てたんで、ただその、うん、まあ綺麗だなぐらい。綺麗でしょ、うん、綺麗です、綺麗です。私本当に実際見た方が可愛くないですか、うん、写真とかより。目が方形だから。目方形じゃねえ。すごい親近感がある。親近感、親近感しかない。かぶってないじゃん、かぶってないじゃん。カスがついてないですか。大丈夫です。畠山さんのチンコと手島の目は一緒だから。めくってきてますけど、私めくってきてますけど、かぶってないんですけど、つけまつげもついてますし。つけまつけない方がいいです、短い方がいいです。毛は短い方がいい、毛は短い方がいい、毛は短い方がいい、陰毛、そうそう、まつげと陰毛が。これまつげなんで、それより股間でしょ。違う、ここ股間でおかしいでしょ。違うじゃん、見えないでしょ。何言ってんの。ラジオネームだまし屋スケッチン、畠山選手は見るからにデブで無駄に飯食いそうです。見るからにデブで無駄に飯を食いそうですが、回転寿司に行ったら何皿ぐらい行けますか。ちなみに俺は2皿食った後ガリもペロリと食って。安く済むな。結構食べますか。いや、でも僕も昔は食べましたけどね。僕も今年8月で33になるんで、ちょっと食どんどん細くなってきましたね。なんかどうキープするんですか、それだけの体は。でもやっぱり何度か頑張って食べて、うん、でウェイトトレーニングして何とか維持してるって感じ。あ、そう、はい、じゃないと落ちる。落ちます。あ、
羨ましいっちゃ羨ましいけどね、俺らしてみりゃ、うん、なんか肉ですかやっぱり。いやでもやっぱ肉とか野菜とかバランスよくなんでしょうね。おにぎりもう5個とか食べない山下清じゃないですよねおにぎり食べたいんだなってならないいや食べますよおにぎりはそんな感じでは食べませんよ、ね、いやもう早いよ。Stay Night Dreamer Live on air。さあ、リュウシクサンデーナイトドリーム、もうね、1時間経とうとしてですよ。ね、早いね。早いですね。方形と手こきの話してたら、もう1時ですよ。違う話もしたでしょ。全然本業のこと何も触れない。ラグジーオネーム、騙しやすけし、FM 宮崎。畠山、はい、残念だったな、はい。ラグビーばっかりしてて、定職にもついてないお前は、手島のお眼鏡にはかなわねえとよ。いつまでも部活ばっかりやってねえでこれを機会にしっかり働いたらどうだサンシャインより話題になってなかったけど娘も増えたんだろなんでラグビーが仕事なんだよこっちはよラグビーが仕事なの部活とか言ってるねジオネーム黒い辻FM 群馬手島さん、はい、手島さんは自分の価値をね低く見積もりすぎです。動画なら VR 対応で980円、70分1500円なら3ヶ月に1回ぐらい通います。自信を持ってください。じゃあそういうお前らがいるからこういう扱いなんだろう。ジオネーム拓吉村FM 長野、ゴリラ2匹の通知表です、まずはクソヒゲゴリラから。方形度5もじゃもじゃ玉袋4生放送中に勃起4チンコの長さ2センチ、え小さく、まあ2でありがたいよ、1じゃないだけまだ、うん、次にクソパイゴリラ、チブサ5目の方形4インスタの逆線2手こきの料金40分9000円。お二人さん次は動物園でお会いしましょう。ゴリラでもないし、いや本当にあっという間でございました竹山さん、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。また1年後ですかね。また当分会えないですね。当分会えないですけど、またぜひ1年後、うん、ぜひぜひまたしっかり方形に磨きをかけて、しっかりもう綺麗にケアしてください。はい、洗わずに洗わずに。手島さん、パイレンジャーどうもありがとうございました。またちょっとパイレンジャー企画でご協力してください。はい、毎週のように。わかりました、お願いいたします。というわけでこの後も聞ける方だけ引き続きさよならありがとうございます。